皆さんこんにちは。船中部管理人の上木社長です。今回皆さんに紹介する協定予想サイトはアソボートです。このアソボートという協定予想サイトの存在は協定仲間から共有があり知ったのですが、あの悪徳協定予想サイトを量産している上昇者グループの新サイトのようです。このグループは悪質で新サイトをリリースしては閉鎖を繰り返すことで有名なグループなので、今回リリースされたこのアソボートという協定予想サイトもまたすぐに閉鎖されることが予測されるため、安易に手を出すことは危険です。そして上昇者グループの上トークは、記載内容全般はあくまで創作、言ってしまえば何でもありな協定予想サイトなので、捏造などをしていたとしても言い逃れできてしまうようにあらかじめサイト内に注意書きを記載している、悪質で超危険な悪徳協定予想サイトということになります。ここで先に実態調査検証の結果をお伝えすると、船中部では協定予想サイトアソボートを超危険な、当たらない、稼げない悪徳協定予想サイトだと判断しました。この動画を最後まで見ることで協定予想サイトアソボートを悪徳協定予想サイトと判断した理由がわかるので、ぜひ最後まで動画を見ていただき、皆さんの協定予想サイト選びの役に立ててください。ここでお知らせです。船中部では協定予想サイトに関する質問、悩み、相談など皆さんが困っていることに対して、協定予想サイトを知り尽くした船中部管理人の僕が LINE で直接お答えします。概要欄から友達追加できますので気軽に連絡してきてください。みんなで楽しい協定ライフを送れるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。協定予想サイトアソボートの実態調査検証をすると、このようなサイトだということが分かりました。1、会員登録特典でポイントがもらえたが誰に使えるのか分からない。2、電話対応をしていない。3、記載内容は嘘だらけ。記載内容全般はあくまで創作の意味。4、上昇者グループって詐欺集団、こんなえぐいことをしている。5、アソボートの LINE 登録で規約違反。それでは一つずつ見ていきましょう。協定予想サイトアソボートに会員登録すると特典で200ポイントをもらえました。ほとんどの協定予想サイトではこの会員登録特典でもらったポイントをプラン参加費用として使用できるのですが、協定予想サイトアソボートでは各プランの参加費用は金額で表示されているため、この会員登録特典でもらったポイントを使用することができません。というよりサイトを見る限り現段階ではポイントを何に使えるかすら分かりません。さらには何に使えるのかも分からないポイントを100ポイント1万円で販売しているので、通常プランに参加しようと間違えてポイントを購入してしまう人もいるのではないでしょうか。このように間違いを誘うかのような分かりづらいサイトは悪質な作りと言えますので注意しましょう。協定予想サイトアソボートには電話番号の記載はあるんですが、電話対応はしていません。普段はメールなどで担当とやり取りをする協定予想サイトですが、何か緊急の時などは電話をすることもあります。有料の情報を扱うサイトであれば普通ならしっかりとしたサービスを提供するために電話対応をしてくれます。ですが悪徳協定予想サイトは電話対応をしていないことが多く、サービスの質が悪い特徴があります。記載内容全般はあくまで創作と捉えてください。これを言い換えると、サイトに書いてあることは全部嘘だから信じないでくださいと言っているようなもの。なので捏造だって商材だし、何でもありの無茶苦茶なサイトってことです。こんな悪質なサイトは関わるだけで危険。この時点で悪徳協定予想サイト確定なので、協定予想サイトアソボートは当たらないし稼げないので、
利用しない方がいいと言えます。これはまだ株式会社上昇社の頃に出していて、今はもう閉鎖してなくなったプラテという協定予想サイトの話なんですが、もうめちゃくちゃな捏造をしていたので紹介します。この船亭という協定予想サイトがドメインを取得したのは2018年6月19日、で運営開始できるのは確実にその日以降しかできない、ですがこの船亭の的中実績を見てみると、2018年5月31日の的中実績が載せられている。どうやっても運営開始前に的中するなんてありえない話です。こんなえぐい的中実績の捏造をしているサイトを量産している運営が出すサイトをあなたは信用できますか？LINE でサイトに登録するときに必ずと言っていいほど出てくるのはこの認証画面です。これがないと LINE の規約違反になるのですが、このアソボートという協定予想サイトの LINE 登録画面には出てきません。このような規約違反をしている悪質なサイトを利用するのは危険です。稼げないのはもちろんで、個人データを悪用される危険すらあるので、関わるのは絶対にやめましょう。協定予想サイトアソボートの実態調査検証をした結果、このような特徴がありました。協定予想サイトアソボートのサイト内にある記載すべては創作であるため、情報に何の信憑性もなく、的中実績が捏造されている可能性もあるため、とても悪質で危険な悪徳協定予想サイトだと判断しました。悪徳協定予想サイトを使っていても当たらないし稼げません。協定予想サイトを使って稼げるようになりたいのであれば、本物の当たる稼げる有料協定予想サイトを見つけて使っていくことが大事になってきますので、皆さんも十分に気をつけてください。協定予想サイトに関する質問や悩み、相談がある方は LINE に連絡いただければ、プレチューブ管理人の僕が直接お答えしますので、気軽に連絡ください。ご視聴ありがとうございました。